はい、どうもこんばんは、国です。今回はペットと奴隷のレベリングシステムが追加されたということなので、レベルアップ時のステータスに関わってくる食事を検証させていただきたいと思います。ではまず奴隷の方から見ていきたいと思います。奴隷が食べるご飯はこちらの10種類です。まず、獅子皮揚げが、腕力と身のこなしが 7%、炙り端肉が、身のこなしが 14%、ステーキが、生命力が 14%、調理した魚が、精密射撃が 14%、炙り尻肉に関しては、今与えても、ステータスが反映されないんで、これはちょっと設定ミスなのかなとは思います。粥が腕力が 14%、 極上シチューが腕力と生命力が 7%、 腹持ちのいい食品が身のこなしと生存が 7%、 風味粥が腕力と精密射撃が 7%、 希少なごちそうは腕力と生命力が 7% で、次に肉食系のペットなんですけども、今回トラを使ってるんですけども、トラとオオカミとクマを見てみると食べるものは違うんですけども、能力的には多分一緒だと思うので、今回トラで見ていきたいと思います。でトラが食べる10種類がこちらですね。で極上肉が腕力と生命力が 7%、 端肉が身のこなしが 14%、食肉は生命力が 14%、 生獅子肉は精密射撃が 14%、 希少肉は生存が 14%、 アビスの肉は腕力が 14%、 夜光花風味の生厚切り肉は腕力と身のこなしが 7%、携帯用ジャーキーは身のこなしと生存が 7%、 骨の出汁は腕力が 7% で身のこなしと生存が 3% で、血のソーセージは腕力と生命力が 3% で身のこなしが 7%。 続いて草食系の動物になるんですけども、こちらも動物によっては食べるものが変わってきますけど、今回ガゼルで、見ていきたいと思います。食べるものがこちらですね。中にはアイコンからなかなか分かりにくい食品もあるので、特にこの夜光花系はね、結構分かりにくいので、何個か作って試してみるといいかもしれないです。では能力は、繊維は、腕力、身のこなし、生命力、生存が 3%、 種子は身のこなしが 14%、 デザートベリーは生命力が 14%、 ハイランドベリーが精密射撃が 14%、 ツルクサは生存が 14%、 ホコリキノコが腕力が 14%、 夜光花風味の繊維が腕力と身のこなしが 7%、 膨張剤は身のこなしと生命力が 7%、 ホップが腕力と生存が 7%、
紫ハスの花が生命力と生存が 3%。 次が新しく実装された馬ですね。馬の食べるものがこちらですね。夜行花風味はハイランドベリーになってます。では能力を見ていきます。デザートベリーが生存が 14%、 樹皮が身のこなしが 14%、 ツルクサは生命力が 14%、 種子は精密射撃が 14%、 ハイランドベリーは腕力が 7% で身のこなしと生命力が 3%、 ハイバナルピナスが腕力が 14%、 夜行花風味のハイランドベリーが腕力と生命力が 3% で身のこなしが 7%、 ホップは身のこなしと生存が 7%、 膨張剤が腕力と身のこなしが 3% で生存が 7%、 アスラの栄光は腕力が 7% で生命力と生存が 3%。 というふうにいろんな育て方ができるので、今回の効果で、今回ご紹介させていただいた効果で、自分の好きなように、特にあの右下の馬でいうとこのアスラの栄光、最後にあるからこれを与えておけばいいというわけではないので、体力を上げたいとか身のこなしで防御を上げたいとか腕力で攻撃を強くしたいとかいうふうに育ててもらえればと思います。よかったら参考にしてください。ということで、食事効果の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ではでは、お疲れ様でした。